どうも、インマムヒナトです。本日、オリンピック選手の東野有紗選手に来てもらいました。2回目のコラボレーション。もう久しぶり。本当になんかね、久しぶり感が。でも痩せた。わかんないで、こう、なんかもっとタプタプしてた。太ってた。いや痩せたよ。本当、うん、なんかした？してない、してない。恋したしてない。今日何してた？練習してた？今日練習して。バス中から来た。なんか珍しくない？お化粧してんの。そんなしてないよ。やばい、大遅刻しそう。いやいや、ビューラーでまつげ上げちゃった。上げちゃったよ。いや、でもあれやったら。マツパ。マツパ？マツパした。もう取れかけ。ちょっと女子力増してるもんな。なんか、ライブがあったんよ。最近、三大目。で、気合い入れて、マツパしたら。もう取れかけだから。10月ぐらいにしたから。乾杯しよう。乾杯。乾杯みんなも。今日はちょっと、ライトがあれですけど。ダメ？暗いわ。まあ、しょうがない。質問募集しようかな。何そんなんできんの？普通にインスタな。うん。ひなはハイボールやけど、アリサはウーロン茶。え、何？オリンピック、いつ？オリンピックは、7月後半から8月にかけて。じゃあ今めっちゃ大事な時間ってこと？そう。こっちは、もう切ってしまう。力入れない。入れ方がわかんない。ガチガチやで。いや、エグい。嘘。え、ひなも触ってくれる？ガチガチやで、逆に。お、すごいすごい。めっちゃ揺れてんじゃん。すごいすごい。それ何？会いたかった。ティアラは結構もう1、2年ぐらいもう友達やんな。2年で、いつもお酒飲みに行って、リナがお酒飲み始めたらアリサいつも消えてんの。いや、違うんだよ。いや、なんかめんどくさいの。リナの絡みがもうお腹いっぱいなのに、なんか絶対ラーメン行こうって言ってくるね。あ、そうなんや。で、いつもそれはリカコが連れてってくれるの。あ、そう。だからリカコにね、リカコが連れてってみたいな。私もういい、もう帰るからみたいな言って、で、タクシー止めるじゃん。すいませんみたいな。やって、止まってくれるのに、すいません、スルーでとか言ってるの。ひなたが。マジで3回言ったかんね、それ。覚えてないわ。あれ、どうしたん？え、もう無理やり乗って、乗った。そしたら乗ろうとしてきたから、もう閉めてくださいって。早く閉めて、早く閉めて。めっちゃ覚えてないね。いつも犠牲者はリカコだけやもん。そうね。次は私がしっかり帰りたいと思いますって言ってたよ。いやいやいや、もうその何よ、そのひな爆弾みたいに扱ってなんで、私がいない時も連絡来るんだから毎回。なんてひなたが酔っ払ってどうのこうのねみたいな。あ、これ使うか分からへんけど、ストーリーあれ出たよ。自分の心がね。見たの？見たよ。だから DM しようか迷ったけど、うん、次会うからいいかと思って。ああいうメッセージ多いの。無視するのが一番じゃん、うん、分かってんの。無視し続けてたらさ、逆に病むのよ、どん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 。で、あれをやったことによってマジで来なくなったし、全然気が楽になった。なんか、あの前ねストーリーでアリサが本当に珍しくアンチコメントに対してのその返信みたいなストーリーを上げてて、僕そんな見たことなかったから結構心配してんけど、試合に対するお前はもっとこうできるだろうみたいなっていうコメントなわけ、一般の人の。いや、負けたら毎回行くの。そう、声がきつくて。ちょっとやめてくださいよ。そういう時いつでもあのしてよ、テル、うん、するわ。なんか忙しそうなんだよ。いや、忙しくないです。新玉という部分を使用したユッケですね。じゃあ卵とお肉しっかり絡めていただいて、あのお早めにお召し上がりください。はい、ありがとうございます。旬もそうやねんけど、うわ、美味しそう。いや、美味しそう。お顔見やすいのでこっちにチェンジしました。見てました。顔ちっちゃ。まあいいや。あのそうさ、やっぱさ、分かる、みんなもさ、来るねん。来るの？いや、ここめっちゃ来るとかじゃないから、うん、たまーにやっぱコメントね、なんて来るの？いや、おもんない。いや、マジで面白い。いやいやいや、そんなん言ったら、あんただってマジですごいよ。そんな優勝さ、分かってないやん。何も。もちろん、そうそう。でも、やっぱりさ、そういう些細なさ、一件でもさ、刺さるっていうことだけ、そう、本当に覚えておいてくださいって。ユッケいただきます。食べて。美味しい。焼肉を今初めて食べた。うん、やばい。いくつ食べたの？23。3日前とか。うん、忙しい日々を過ごしてほんまに。いや、羨ましいけどね。嘘。海外国があって。って言うよね。マジ観光行けないよ。もう毎日練習。うん、どのスケジュールかんの？前の日に試合の時間が出るんだよ。え？夜の試合の人は午前中ちょっとジム行ったり、体を動かしたりして試合行って、朝の試合の人はまあ朝起きてご飯食べて練習行ったりしてやるから結構頑張る。うまいな。朝さ、
試合の人が急に次の日夜試合とかになってそうで勝てば急に遅いの。それすごいな、精神力も体力はもちろんやけどさ、あんたすごいらしいよ。すごくないの。あなたの方がすごい、ね、あんたすごいらしいよ、すごいんですよ。あなたの方がすごいね。友達すぎて分からへんよな。ビビンバ何もあったん、あるじゃん、まだあるやん。ダメあげない。やば、また試合見に来てよ。行きたい。大声出していい、うん、結構サイレントじゃない。豊かにしてんじゃん。え、言っていいの。あれさ、これ買ったら開けてくれ。いいよ、いいよ、終電も逃せさせ。いいよ、いいの、うん、いつもあんま目立ってないのよ。静か、何してんのよ。いや、でもさ、だってあんたさ、その前休憩の時間にさ、みんなさ、こうやってやってさ、もうめっちゃ聞いちゃったって言ってた。あれはすごいよ。まだ勝ったからいい。そう、もともとはアリサがイナのファンやったっていうことだよね。そうそうそうだよ、そうだよ。そっからね、友達になって昔の写真とか送ってるのよ。何それ。2018年くらいからなんかスクショとかめっちゃしてたっていう。あー、今はそんなの全く感じない。もう友達になりすぎて。そうね、マジで大好きだった。だったんやめろ。何や、だよね。大好きだった。だったんやめろ。だから見てちょっと変わったみたいな。何それ。でもさ、あってギャップなかったの。なる、まんまいい人。まんまいい人、いいこと言っちゃった。なんか質問来てないよ。なんかもうどうやって気になる人にアピールしますかって。アリサってさ、結構おっさんみたいじゃん。なんで女の子になるのかも。そうかも。めっちゃ言われる、うん、女の子っていう感じが出さないよねって言われる、うんうんうん、本当そのまんまなの。え、なんかひな普通に髪の毛がボブなだけのボブおじさんやと思った。最低。いや、こうやって対応できる人がいいかも。あー、なるほどね。頑張ってこう女の子になりすぎず、うんうんうん、あー、素素で入れる感じの方がいいかも。でもなんかプリッとかはなれへんねや、別に。ならないよね。全然質問に対しての答えじゃないけど。いや、何やったっけね。アピールよ、アピール。あ、でも気になるし、できたことあるでしょ。あるよ。覚えてないぐらい前にはあるのや、うん、なんて言うの。なんか好きな人いる？相手のを聞いて、聞いて、自分に当てはまってるかどうかって言って。で、当てはまってたら言ってたもん。あ、なるほどね。でもそんなに私告白したことがないから告白させるように仕向けてた。あ、なるほどね、うまいことね。うん、上手だから。あー、上手なんや。上手。心理戦、心理戦。やっぱマトリントも心理戦だから。確かにね。うまいこと言っちゃったね。うまいこと言ってたな。でだってアピール、エリアンもガンガンイケイケどんどんやね。もう好きって言うし、カラベドンもするし、音もすぐキスもするし、そんな感じする。せやろ、多分分かると思うね、好きになったら。もしアリサがあのフィナに狙われてるなって思う瞬間もあったとしたらすぐ分かると思う。目の奥から変わるから。変わってんの見たことないもん。せやろ、せやろ、当たり前じゃん。どうやったらそんな肌綺麗になれるんですか。綺麗じゃなくて、いや、もう綺麗な方やと思うけど、アリサはほんまに毛穴がない。綺麗すぎてやばい。もう凹凸もないし、ヒナのお尻みたい。もうめっくりない。洗顔もクレンジングもおかしい。あ、そうなんや。うわ、全部そうしようかな。でもさ、もともと綺麗やしさ、やっぱヒナは思うねん。アスリートの人、みんな綺麗やから運動やで。うん、うん、うん。27でこの肌の人見たことないって。本当に。どうやったらわかるかな。撮っていい。あのな、iPhone でな、こんな近くで撮ってな、この綺麗さ、やばないですか。どうもどうも。なんかついてない、大丈夫。え、何もついてない。かわいいがついてない。嬉しい。お互いの好きなところはどこですか。言ってほしいじゃねえの、ひなさん。いや、聞いとくかなって。前の動画でも結構言わされたけど。え、マジ。もう前の動画、1年以上前で、多分。変わってるかもしれん。尊敬が入ってるかもしれん。もう。面白い。かっこいい、優しい。そんな簡単なのでいいの。すごい考えて、言葉をさ。そんな複雑のある。いや。あ、言うよ。言うよ。うん。何何。なんか、周りに人が寄ってくるじゃん。いいこと。うんうん。それがすごいし、魅力的。え、なんか違うの。なんか違うの。え、さ、遠回しに、すごい、自分のことも褒めてる。なんで。だって、お前、いい人寄ってくんじゃん。あ、私がいい人ってことだ。ブーブランよ。いや、でも本当にいい人しかいないよ、周りに。友達、ね、こう出会って、そうやね。友達も紹介してくれるじゃん。うん、めっちゃいい人しかいないよ。アリサはね、でも結構ドライな感じと思いきや、うん、意外と愛情深いよね。本当にツンデレって言われる。あ、甘えやすいはあるかも。ニカゴすごいから。すんごい甘えてくる。うん、最初これって言ってたよ。例えば最初焼き肉に壊ってるから
やっぱ、キュアどこかいいって彼氏や思われてんじゃん。なんかさ、お互いにクリスマスプレゼント交換しようって言われて、うんうん、これが欲しいんだけど、バッグ欲しい。絶対私が買うやつじゃないよね。私が買うやつだよねっつって言うの、リカ君。でも欲しいんだよな。バッグも出たり。そうだよ。だから絶対人間違えてるよ。彼氏作ろうって書けにも言われた。彼氏にしたいな。そう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 、そういう感じだから、うん、こそちょっとなんか女の子っぽいところ見えたらめっちゃ逆張るやつあるんか知らんけど最悪あるよ、可愛い一面もそういうとこいつもさ、会うたび今日も可愛いねって言ってくるめっちゃ好きじゃんあとさ、LINE がさ、1日返せない時とかあるじゃん。1日置いて返すとリカコになんで LINE 返してくれないのあいつ何やってくるんですかめっちゃかまっちゃうねそうだよ、年下の権力いっぱい使ってるわ。可愛いからいいけど、リカコ年下に見えないんだよな。え、年上に見えるためぐらい。あ、そう、うん、でも一個上やろ、うん、27だもんね。そうだ、今年27だよね。見えない。え、今年だやからさ、一個変わらへん1年生きてる、多く生きてるのは外部中だ。そう、うん、じゃあ大人になって感じってこと。うん、どういう時に。ないね。なんやねそれ感じる時ないわ。早いそれ。アリサちゃんとはなぜ知り合ったんですか。アリサの DM ナンパです。試合や本番で緊張をほぐす方法は。緊張してんの。しないね。あ、しないね。そうやんな、アリサってさ、だって世界で戦ってるってさ、一回決めたとか言ってたっけ。ナンパの大会だってマリニアでは何が1位なの。世界で1位ってこと。うん、え、一応ね、世界の1位。うん、一応めっちゃすごいやん。2週、3週間前に一応優勝しました。え、そうだ。うん、ようやった。インスタ見てよ。お茶、お茶に入れるよ。うちの声強いやるんですよ。すごいな、おめでとう。インスタ見てよ。見てんねんけど、うん、なんかメダルばっかり持ってるやん。メダルばっかり持ってる。そういう写真しか載せないから過去の投稿出たんかと思うから、そんな気に取れへんやん。優勝したね。うん、ほんまに増えた。そう、次の週のインドではベスト8でした。うん、世界でくれるの。世界でベスト8。すごいでしょ。それでこっちが来たんだよ。じゃあほんまにさ、優勝した時は来なかったけど怒るよ。まあアンチと言えどもあれなんやな。でも応援してくれてるやろな。見ててうんってなるぐらい力入れて見てくれてるってことで裏を返せばね。次はオリンピック選手のお友達多いですが、なんでですか。え、マジでなんでなんやろ。ありがたいことにアリサと全く同じ機でフォローしていただいてて、返して仲良くなるっていうパターン。よく返してるよね、フォローを。なんかな、知らないのに。違う違う、なんかやっぱスポーツ選手の人って分かるやん、アイコンから。アリサとかなんか公式マークついてるからさ、一番上に出るよ。でもオリンピック出たらもらえるんですね。そうなんバチ。え、でもなんか出ようかな。どんどん行くの。なんだっけ、アームレスリング。いただきます。うん、まっ。うわ、白飛びしてるけど。いただきます。うん、まっ。なにこれ。でもマジで友達多い。そんなことないで。でも友達多いと思われるけど、意外と多くないかも。これで。こんな風にご飯行こうってできる人意外と気遣いかも。行きたいけどね。あと誘うのが苦手やねん。そうなん。うん、誘ってくれたね。アリサはね、アリサはさ、もうお風呂とかも一緒に入ってるわけやん。そうなんだ。いつもないっていうか、ね、お風呂入ったらでかいかも。お風呂これでさ、夢でピナとかお風呂入った夢見た。どんな夢やねん、それ。よかった、うん、楽しかった。うん、 LINE してよ、そんな夢見ない。今日また YouTube してた。またお風呂でこの間も朝日くんとさ、このインドしてた。いや、そう、めっちゃアリサになりたいって言ったら負けてた。はい、で朝日めっちゃ上手やからさ、上手やさ、2対1やったら勝てるかもしれないやろって言った。え、いや、そんなやってくれるの、うん、え、勝ったらどうしてくれるの。勝ったら焼肉おごるよ。なんでいいんだろう、ラケット2個ずつ持って。絶対いい。持ってたとしてもこっちの手使えないから、ね、絶対こっちしか結局やんないから。2、1やったら勝てる気がする。まあ、どうも本気出しちゃうとね。ありがとうございます。
から前アリサとバドミントンやらせてもらったんですけど、前回の動画見ていただいてほしいんやけど、アリサが使ったラケットグニャンって曲がってて、もう力強すぎて曲がってたね。ほんまにすごいねんな。怖いわ。実は尊敬してんねん、こんなんやけど。ほんとに怖いねん。怖いって言う時あんまり思えない。こっちもね、あまあなんか昔とかなんか言ってもらえたらいいな。え、昔の恋バナって教えてくれるの？え、どんな傷がどんなんとかやんなかったっけ？やってた。あれさ、前、キャラで、そう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 、プライベートで、ポッドゲームにキスが多い。ねねね、ねね。あ、もうあれね。とにかく持ってる。すごい、本気でやったよ、本気で。私やってた。リナともやってた。リナともやってた。リナもやらされたかも。だって2人で負けたじゃん。2人で負けて、2人でカメラに向かってキス顔するっていう。やったよね。あれは直したいんだけどね。直んないよ。なんか友達とったら、楽しくて、飲んじゃう。でもいいんじゃない？普段飲まへんねんね、マジで。今しかできないじゃん。いやいや、多分そんなん言うながらね、8時までやってるって。今しかできないじゃん、ほんとに。ね、最近全然飲んでないもん。あ、オリンピックが近いからね。偉い偉い。でも頑張ろう。はい、というわけでね、アリサとの焼肉デート、いかがでしたでしょうか。なんか慣れてきた。慣れてきた。2回目にして。違いまして、またなんかどっか行きたいね。え、なんか遊び行きたいね。というわけで、質問くれた方、ありがとうございます。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もいい夜過ごしてね。ありがとうございました。アリサでした。うっそー。ありがとう。うっそーってやりたくない。やりたくない。そうそうそう。あっちはね、うっそーまで。あー、まあ惜しいね。ダメの？